エディターのお魚ちゃんです。今回は何かって言うと、あれを紹介したいなと。あれを。まあ、久しぶりのガジェットというところで、ね。iPad Pro です。ね。普段からちょっとね、お世話になってるっていうのもあるけど、やっぱりね、気になるんだよね。うん。まあ、そういうところで、紹介したかったんです。はい。そういうところなんですよ。どうでしょうかね。はい。まあ、本当にね、いい端末だと思います。そして、使い勝手も、まあ、本当にね、4タイプあって、そして、ね、5G に関して言えば、やっぱりね、全部 eSIM になったっていうね、大きいかな、っていうところもあるし、まあ、値段もレベルアップしてますし、容量もレベルアップしてます。ここがすごいよね。まあ、そんな感じはするんですけど、どうでしょうか。ね。はい。そういうところで見ていただければとなと思います。はい。どうぞ。一番の特徴とかもね、いろいろ紹介したいなと思います。まず特徴として言えるのは、やっぱりね、薄さです。アップルシートは一番薄いと思います。まあ、13インチモデルで 5.1 ミリ。本当にここは大きいです。本当にね、このボディラインはやっぱね、シュッとしてる。曲がんじゃねっていう軽いし。マッチ触ってみると一番わかんだけど、やっぱ本当に薄いです。
車として言えば、はい、用意されていて11日とあと13日、うん、まあ、この2つ、ね、やっぱりね、まあ、ここが大きいですね、はい、ディスプレイとして言えばクロレティナ XDR っていうのが含まれていて、すごく綺麗なんですよ、ね、おーって感じ、ね、それでもって本当にめちゃくちゃ持つし、ね、本当に薄いし、まあ持ってても違和感を感じないっていうことですね。
さとしといえば2つ、11日とあと13日なんです。まあ、この2つになりました。やっぱりね、まあ、ここが大きいから、ね、ディスプレイとしといえば、ね、クロレティナエクスティアすごく綺麗なんですよ、ね、おーって感じ、ね、それでもって、ね、めちゃくちゃ持つし、ね、本当に薄いし、まあ、持ってても違和感を感じない、ね、
just come running by。
3D のモデリングとか、あと、まあ、映像処理とか、まあ、そういうところが、ね、特化しているっていうところなんですね。はい、ここが大きいんだ。やっぱりね、クリエイターさんとか、まあ、そういう人に一番使ってほしい、そういったのがたくさん。あともう一つ言えるのは、やっぱ Apple Pencil Pro。 Apple Pencil Pro によるとね、あれはエアとこのティッシュだけなんですよ。今回のエアとこれのティッシュ、まあ、ここがね、やっぱり、ね、すごくって、やっぱ薄いのと、あとね、小窓に強くなるのが強くなるので先発だけでコントロール、やりたいことがピッピッピッと。ただこれね、まだパイアップないんですよ、ここが残念なの。あとね、まあ本当にね、まあロジック部のクレヨンとかを使えるのね、こういうところもある。I'm not broken, I'm just split in two.
映像処理とか、まあ、そういうところがね特化しているっていうところはやっぱり大きなところだよね。はい、ここが大きなところ。やっぱりねクリエイターさんとか、まあ、そういう人に一番使ってほしい、そういったのがかなと。あともう一つ言えるのはやっぱ Apple Pencil Pro。 Apple Pencil Pro によってね、あれはエアとこの機種だけなんです。これにして、まあ、ここがねやっぱりすごくて、やっぱ薄いのと、あとね小窓に強く見えてきて、ペン先だけでコントロールして、やりたいことがピッピッピッて。ただこれねまだタイアップないんですよ、ここは残念なんです、あとね、まあ本当にねロジックルのクレヨンとかを使えるので、こういうところもありますね。はい、
最後はね、なんとかそういうところかなと思います。まず今回のモデル2つ用意します。で、今回は11インチと13インチで、容量は全く一緒です。で、ね、色はシルバーとスペースブラックと。で、それもって容量としては2号炉512 1テラ2テラの4機種4タイプのストレージオプションがかかります。まあ、それでもってね、値段が相当張るので、ここが残念なことかなってところではありますけど、やっぱパソコン代わりにしようかなっていう人にはやっぱりね、いいかな。本当に何より持ち物軽くしたい人、そしてそこの代わりにしたい人、そして学生さん、ね、まあ、そういう人に、あと、まあ、本当にクリエイターさんに、まあ、あと一眼レフとかそれ使ってる人はやっぱこれいいと思いますよ。はい、触ってみてほしいですね。こんな感じもあるし、あとはね、5D であれば ACM になるので、本当にね、機種変更とかすごく楽になりました。本当ここが大きい。ね、そういうのもあるんで、こういう選択肢もあるので、ぜひ、検討してみてほしいなって思います。はい。
ありますが、本当にね、値段めちゃくちゃあります。はい、で、まず11インチモデルがだいたい16万8000円のワイヤーモデルで、13インチモデルに関して言うと21万8800円で、こっち後者に関して言うと、実はナノテクスチャーモデルって、ね、本当にツヤツヤし、ロングレア仕様のモデルが実はあります。こちらになると1テラ、2テラだけなので、本当にね、室内で使う人用かな、スタジオで使う、一眼つないで使う、まあ、そういう使い方をするので買ったの、まあ、メインなんですね。本当にプロ仕様の iPad です。見せてみますね。ラグジンだとね、もっと軽いみたいですけど、まあ、こっちはね、AD も使えるし、まあ、そういうのもいろいろですね。まあ、これは魅力的かなところあるんですが、やっぱりね、セルラーになると25万4800円ってなります。本当にね、めちゃくちゃありますよね。こちらだけじゃですけど、まあ、セルラーに関しても見た目は全く変わらないので、多少ないところなんでしょうね。で、それでもってホワイトテープ、グレーテープ2つあって、ね、ここでも色合いとしては素敵だなと思います。そういうところも、まあ、本当にね、値段は本当にバリバリ入ります。ですけど、やっぱりね、学生さんとか、あとデザイナーさん、そういう人たちに自分使ってほしいし、まあ、自分たちみたいな映像系の人たちとか、まあ、そういうのもいいんじゃないかなっていう感じがあります。そしてね、まあ、いろんな意味で偶然にも使えるし、まあ、ちょっとしたね、時にも使えるので、本当に学生さんであればね、ワードとかエクセルとか、全然使えるし、あとはね、ライブディスプレイも使えるのでね、本当にここも大きいよね。
こういうのもあるのありかなってところですよね。このゆとチャンネル通してありがたいです。お疲れ様でした。